おハウスイー。バーチャルイーゲーマーの、薄いです。皆さんは最近、買っていますか？ビデオゲームを。それも、物理的なものを。最近はすっかり、ダウンロード版が浸透してきて、物理的、つまりパッケージ版から、縁遠くなっちゃった。そんなゲーマーの皆さんも、多いんじゃないでしょうか。私はというと、パッケージだったり、ダウンロードだったりします。こう。気分で。つい最近だと、藤井聡太くんのゲームの、パッケージ版を買いました。いいですよね、こう、やっぱり。訴えかけられるものがあります。お前は、俺というゲームを、買ったんだぞって。聡太くんがそう言ってる。こういうの、物を仕入れなきゃ、味わえないからね。とまあゲームって、箱とか説明書だけでも、眺めていて楽しいですよね。特に、ゲームの箱っていうのは、かつては、新品ゲームを遊ぶ場合、真っ先に目にするもので。ともすると、ゲーム体験が箱を眺めるとこから、始まっていると言っても、過言ではなかったわけなんですね。それをメーカーが、意識したのかは、わかりませんが。そういえば、ゲームの箱一つとっても、パンチの効いたものが、いくつか思い浮かびます。そういった事情で、今回は、バーチャルイーゲーマー薄いが、独断と偏見で選ぶ、ゲームのいい箱ベスト3、を、やります。見てね。ナムコがファミコンで出してた、ソフトの箱って、なんだか楽しいですよね。初期の紙箱タイプには、出した順に、番号が振られていたり、箱のデザインが、統一されてたりなんかして。言うまでもなく、ナムコってのは、1980年、パックマンが大ヒットした会社で、ファミコン初期の時点ですでに、ゲーム業界の、重鎮だった背景があります。ナムコ性を強く主張する、デザインの統一は、そんなブランドへの、自信の表れ。なのかどうかは知りませんが、ずらっと並んだ姿は、壮観であります。でも、私が好きなのは、どちらかというと、こっちのタイプで、中期以降タイトルの箱です。プラスチック製の、高級感あふれる感じですね。初期と中期が切り替わったのは、1986年の、スーパーゼビウスガンプの謎から、で、合ってるといいんですけど。とまあ、これのいいとこはね。まず、かわいい。コンパクトでキュートだよね。反面、大半のファミコンソフトのそれより、厚みがあって、質感が良くて、高級感だし。何より、これがずらーと並んだ時の楽しさが、紙箱の、比ではないんですよ。似た楽しさが、カセットビジョンの箱にもあるんですが、違いは、見た目の賑やかさですね。色とりどりなのに、統一感があるのが素敵。皆さんも、近所のゲオへ行った時には、ぜひファミコンの棚を覗いて、ナムコのプラスチックのやつが、並んでいるのを眺めましょう。あるいは頑張って、自宅に用意ですね。頑張ってください。ということで、2位は次回です。当然、1位はさらに次回です。じゃあね。